地域に根ざし、真心を込めた最先端の医療、皆様に支えられ、飯塚病院は2018年で開院100周年を迎えました。飯塚病院の始まりは明治末期まで遡ります。その頃、筑豊地域には公的な医療機関は一つもなく、専門的な医療を必要とする場合、焼山峠を越え福岡市内に足を運ぶ以外にない、そんな危機的状況にありました。このような背景の中、自らの財を投じ、大学病院に並ぶ総合病院の設立を申し出たのが創立者麻生太吉でした。軍民のために良医を招き、治療投薬の万全を図らんとする、この開設の精神のもと、1918年飯塚病院は生まれました。以来、飯塚病院は戦前戦後の動乱の時期を乗り越えて発展を続けました。日本が高度成長期を迎える頃には、診療科も増設、ベッド数は1000をも超える大規模病院となったのです。一方で、建物は深刻な老朽化に直面、建て直しにかかる莫大な費用を懸念する声を説得し、病院の大改修に踏み切ったのです。当時の事務長深町さんはこう振り返ります。僕が事務長になった時は、ベッド数こそね、九大病院に次ぐ九州第2位のベッド数があった。ところが、瓦葺きの木造病棟がずらーっと並んどる。こんなおもろ病院でというね、焦燥感というかね、そういうのがあったわけ、病院全体に。でね、今から大改装やるぞと、本社から許しが出たぞと。もうその時のね、飯塚病院の中のこうもう枠がごときね、士気の高まりというか、みんなうわーっというような感じで、今でも忘れられんけど、本当涙ぐむほどに感動しましたな。みんなこれをこの日を待っとったんだと。そしてもうみんな張り切ってね、もうみるみる立派な病院になったんです。そして1975年、誰もが待ちに待った新病棟、現在の中央病棟が竣工。以降、飯塚病院は拍車をかけるように発展を遂げていきます。1982年には数々の機能を有する東病棟が竣工。当時を知る皆川元副院長はこう振り返ります。エポックポイントというかはね、57年にこの新病棟になって8階建てのができたんです。その時に、いわゆる循環器センター、脳神経学センター、それに救命救急センター、それにも ICU とか CCU がそれに含まれるもんだから、だからそれからがね、本当の高機能病院になったんですよ。当時、全国各地へ救命救急センターを設置する計画が進められており、厚生省から飯塚病院へ声がかかりました。こうして1982年、飯塚病院に救命救急センターを設置。私的病院への設置は全国唯一の事例でした。当時の総府長谷さんは、その頃の看護師たちの様子を振り返ります。救急病院に変わったから、今までの看護婦のレベルじゃついていけないんです。それでそのためには看護婦は勉強せないかんわけ。朝はね、8時から15分だけ心電図の勉強したでしょう。それでこの勤務後は5時になりますと、そこの飯塚の公民館の3階の講堂に行きまして、勉強1時間の1時間来てくれたんです。本当に私あの時ね、やっぱしね、病院全部が救命救急センターをしようっていうね、意欲に私燃えたと思うんです。それでみんなで頑張ろうっていうね、私はそういうところ案外ね、よその病院に負けないぐらいのあれを私は力を持っておるんじゃなかろうかと思ってね、私は思っております。
建物の発展と機能の拡充を続け、2013年には患者さんへより良い受診療養環境を提供すべく北棟を竣工。当時院長を務めた田中名誉院長は振り返ります。明るい未来の予感というモチーフを出しましたので、病棟の形もですね、四つ葉のイメージで作られております。でこれはうちの看護部が特に力を入れておりますセロ看護提供方式と言いますけども、こういう新たなですね看護師業務の近代化といいますか、改善ですね、そういうような形ができやすいようにという思いも込められております。やっぱりこうウィデルザーがベストというようなその経営理念のもとにですね、誇りを目指すということで心を一つにするというのが大事と思います。先輩方がそれに向けてですね頑張ってきた、その一つの結果がこの北棟ではないかと。そして現在スタッフ数およそ2400人を超える総合病院に成長しました。しかし変わらないものがあります。軍民のために療医を招き治療投薬の万全を図らんとする。皆さんこんにちは、院長の増本でございます。麻生多喜治療の開設の精神を受け継ぎ、飯塚病院はおかげさまで開院100周年を迎えることができました。今日まで支えてくださった皆様方に心から感謝して、さらに新たな100年に向かって踏み出してまいりたいと存じます。理念に謳っております真心医療は開院以来100年の歴史を経て培われてまいりました。私どもはこれからもペーシャントファーストの精神で真心医療をお届けし、地域の皆様の信頼と期待にお応えしてまいりたいと存じます。どうか引き続きご支援くださいますようお願いいたします。今までもそしてこれからも飯塚病院は筑豊地域に根ざした日本一の真心病院を目指し、真心医療真心サービスを提供する病院であり続けます。